ねえ、もう撮ってるの？葵？もう何か言いなさいよ。始めるわよ。マネージャーさん、いつもありがとう。今のリズノアがあるのはあなたのおかげよ。一人一人の活動の幅を広げてくれたし、アイドル活動にも集中させてもらえてる。これからも辛いことや嬉しいことたくさんあると思うけど、一緒に前に進んでいきましょう。え？そんな定型文みたいでいいのか？私はちゃんと自分の感謝の気持ちを全部吐き出しちゃいなよって。葵、変なこと言わないでよ。まったく、これ以上何を話せっていうのよ。葵がからかうから変な空気になっちゃったじゃない。はぁ、あ、そういえばね、また偶然予定が合えば実家にご飯でも食べに来てくれないかしら。そのお母さんもあなたに会いたがってたから、あなたさえよければだけど。もちろん偶然よ。偶然予定が合えばの話よ。そもそも岡山って遠いんだし。ほら、やっぱりまた変な空気になったわ。葵、後でお仕置きよ。やあやあ、僕だよ。いつもお世話になってるね。ありがとう、ありがとう。そんなことよりリオの動画見てくれた？面白いからぜひ見てよ。それじゃまた。って言いたいところだけど、短すぎるかな。あまりにリオがうるさいから一人で撮ることにしたんだけど、それでもいろいろ言われてさ。真面目に心を込めてきっちりと言葉にしてマネージャーさんに伝えなさいよ。だってさ、僕らと君の間に今更言葉なんていらないと思うんだけど、しょうがないな。最近は演技の仕事をたくさんさせてもらったね。自分の価値観とか心情とかいろいろ考えさせられたよ。あと心に聞かれたんだけど、一緒に結婚式のシーンを練習した時、別にドキドキとかしなかったよね。あ、いや、練習とはいえそういうのはお互い意識してドキドキするものだって言うからさ。ドラマの再放送を見て気になったらしいんだけど、今更妙なことを聞くよね。まったく、こっちまで変な気分になってくるよ。あ、長く喋りすぎたね。それじゃあまた。はい、こんにちは。リズノワールの小宮山愛と申す者です。マネージャーさんには感謝してもしても足りないぐらい日々感謝していて。カット！表情が硬い、言葉も硬い。そんなんじゃ全然感謝が伝わってこないよ。やり直し。ああ、もうこれで10回目だよ。やり直しすぎてどうすればいいのか分かんなくなってきた。愛ならできる。印象に残ってる思い出とかはないの？ほらほら、記憶を呼び起こしたまえ。一番印象に残っているのは、リズノワールファン感謝祭の前に心と喧嘩したことかな。あの時は譲れないものが、大好きなものが壊れちゃうような気がしてとても怖かったんです。でもマネージャーさんが背中を押してくれたから、心とまっすぐぶつかることができました。あの時のマネージャーさんの言葉が私に勇気をくれたから一歩を踏み出せたんです。本当にありがとうございました。リズノワールとして私たちはまだまだ上を目指します。これからもたくさん迷惑とかかけちゃうと思うんですけど、見守ってくれると嬉しいですって感じでどうかな。いいんじゃないかな。愛ちゃんにしては合格だと思うよ。はあ、よかった。撮影手伝ってくれてありがとう。次は私が心の撮影手伝おうか。遠慮しておきます。まだまだ締め切りまで時間もあるし、心は一人で撮れるから大丈夫。はいはーい、あなたの心をわしづかみ赤崎心14歳です。突
突然マネージャーさんに感謝を伝える動画を撮ろうなんて、すずにゃんも面白いこと思いつきますよね。マネージャーさんが心に感謝することはあっても、心が感謝することは特にあるかな。なんて冗談ですよ。ギリギリで愛ちゃんとぶつかった時はありがとうございました。マネージャーさんに話を聞いてもらって自分の感情を整理することができたんです。なあ、愛ちゃんとエピソードかぶりしてますけど、別に真似したわけじゃありませんよ。心もずっとこのお礼をしっかり伝えなきゃなって思ってたんです。心がトップアイドルになるために、これからもたくさん甘やかして可愛がってくださいね。よろしく。ちょっと心、練習サボって一体何してるの？30分遅れるって連絡来てから1時間経ったわよ。うわー、リオさん、今はダメです。絶対に部屋に入ってこないでください。そんなこと言って逃げるつもりね。ドア開けるわよ。まさかずっと動画を撮ってたの？違います。違わないんですけど、締め切りが今日だからって慌てて撮ってたわけじゃないんです。何言おうか考えてたらズルズルと。